こんばんは、スタジオリバーサイドようこそ。まあ閉店してますけどね。今宵の大人クラブでございます。9月27日大人クラブでございます。最近ですね、思い出すこと多いんですね。いろいろ思い出します。忘れてるということは、大体嫌なことを忘れる人間できてるんですよね。あとはその思い出したくないことを忘れてるんですが、思わずね、自分がやったこととかね、自分がどういうふうに生きてきたかとか、ふと思い出してしまう。でふとそのことで前に帰って、うんざりしたりするんですよね。これはもう、皆さんそうだと思うんですけど、普段の生活で、せっかく忘れてること、わざわざ自分で思い出して、それをこう咀嚼してね、こんな人間だった、こんな人間だったと、まあ、自分で自分をうんざりするわけです。そんなわけで、先週はですね、割と辛いことも多かったです、はい、せっかく忘れてたのにいろいろ思い出してしまって自分で、嫌な思いもしました、はい、そんな中ね、ちょっと面白いこともありました。食べることについてね、ちょっと面白いことを思い出しました。前々回かな、熱海の、ね、こちらにあります、写真がありますが、中南米音楽家のレイ・アルフォンソ・ショーダさんのお宅に行った時は、大体ご飯をごちそうになるんですけど、いつもごちそうさまです。前々回かな、唐揚げをね、揚げてくれたんですね、鶏の唐揚げを。すごく美味しくて、最近いろんなとこに唐揚げ屋さんってあるじゃないですか。で皆さん食されて、あれって思ったと思うんですよ。唐揚げってこういうものだっけって思ったと思うんですけど、その味覚は正しいと思いますよ。あれは唐揚げとはまたちょっと違う食べ物だと私は思ってます。最初この唐揚げまずいと思ったんですよ。でもそうではなくて、あれはそういう名前の、唐揚げという名前の、何でしょう、揚げ物の一種であって、いわゆる昔から中華料理屋さんやねが出すような、いわゆる唐揚げとは違うものだというふうに考えております。衣がべったりして、ね、しなっとした、そうではなくて、その昔からある唐揚げというのは本当にそんなに衣が厚くなくて、鶏を唐揚げにして、うだれ慣れてきちゃった失礼、本当に揚げたてが美味しい、冷めても美味しいじゃなくて、揚げたてがやっぱり美味しいのが唐揚げだと私は思ってます。で冷めていくに従って妙にパサパサ感が出てくるみたいなね、私はそれで何がいけないのと思うんですよ。それがいわゆる冷めて唐揚げじゃないっていう、冷めても美味しいっていうのはちょっと唐揚げではないのと私は思います。ちょっとタバコ失礼します。やっぱり冷めたら まあちょっとパサパサするだろうなっていうぐらいさっぱりとした白身の美味しい唐揚げだったんですよ。これはうまいなと思って、であれアルフォンソ翔太さんね、こんなもん簡単だよ、お前がいるところの床下にある油があるからそれを引きずり出してたなって言われて、ここの床下に唐揚げ揚げるようなセットあったっけって言ったら、お前知らなかったっけ、あそこに唐揚げのセットあったぞ。要するに結構な量の油と、あと深い、中華鍋みたいなものですね、あったぞっていうか、お前が聞いたペンペンしてるところの下にあるよ。実はキッチンの下、結構大きな収納庫になってまして、でっかい鍋とかね、そういうものが入ってるんですね。すっかり忘れてましてなんか鍋がないとかね、いろいろ言ってたんですけど、しばらく考えたそうです。忘れちゃうんだなと思って、でいつも座ってゲラゲラ笑ってるところの下に収納してあるからって、はっとここの下にあるんだと思ってカサカサやってみましたけど、ほとんど揃ってました。で油だけはね、どうしようかなと思ってます。熱海で一揃いあげるからこれ持って帰って調理しないって言われたんですけど、でも熱海からね、結構まあそれぐらい時間かかるんです。上からが2時間半ぐらいかかるかな、かかるんですけど、途中東海道本線でね、電車乗ってるだけなんで、そんなに結構荷物あっても全然平気なんですよ。なんですが、さすがに鍋はね、とか油はこぼした時に厄介でしょ、ベタベタになっちゃって、他のお客さんにご迷惑だしね、油ちょっと持って帰ってくるのもあれだなと思って、でこちらで調達しようかなと思ってたんで、そしたらここね、床下にあるってこと、ニコニコです、ちょっとね、週の半ば過ぎぐらいには、これまでってね、
鶏肉を買ってきてここでこうガーッとあげようかなって。楽しいんですよねやっぱりね。ありがとうございます。あのやっぱりね、音楽家たるものね、私は調理ができた方がいいと思います。あのなぜかというとですね、コンビニのそれお弁当とかね、一食ぐらいないと思いますよ。私も全然食べないとは言いません。ただそのまあ大体音楽家って1日2食食べられるかなぐらいなんですけど、これやっぱりね、コンビニのお弁当っていうのはね、味気ないですよ。でやっぱりその自分で普段から作れるっていうのは大きいです、やっぱり。でそのだんだん自分で自分の作るものに飽きてくるんで、いろいろ研究するんですよね、人が作ってるもので。見てると、あ、なるほどね、そうやるんだとかって、こうやったら美味しいよってことよりも、どうやったらサボれるかをまず考えます。あの毎日やることなんでね、そんなにその全部が自分でやるかって、そうじゃないんですよ。これどっかはサボるんです。買ってきたものを切るとかね、それをどう加工するかっていうことの条件だったりするんです。今時全部自分でやろうと思ったら、牛の飼育から始めなきゃいけないですから、飼育したり、ね、そういう話になっちゃうんで、まあ、鶏肉だってできれば私も買ってきたもんですね、いいですよ。なかなかそういかないんで、自分で あらこうだ始まるんでね。まあそこのところは、まあ、唐揚げぐらいだったら自分でやろうかなと。そっから次のなんかあるんですけどね、というふうに考えてます。結構豚肉焼くのにも、特売のね、お肉をどう焼いたら美味しい野菜炒めができるのか、結構研究して、結構美味しいのができるようになりました。なので、やっぱり食べることに対してすごく楽しみも湧きますし、なんでしょうね、次の段階に行きたくなりました。はい。で、やっぱ友人もね、調理できる友達が多いです。これはもうみんな、音楽が多いんで、基本的にみんな貧乏なんで、そんなになかなか人さんは作ったものをね、食せる機会がないので、みんなね、作るのうまいです。平均して僕よりうまいんじゃないかなと思いました。友人のね、ナック藤原氏もね、僕の家に来てすごい美味しい焼きそばを作ってくれて、こんなにうまい焼きそばを作れるあの男性は存在するんだと思ってびっくりしたんですけどね、本当に美味しかったですね。あれは思い出に残る美味しさですね。あんなに美味しい焼きそばっていうのはあまり食べたことがないんだと思います。それぐらい美味しい焼きそばでした。で、私はもう焼きそばを作るのが上手じゃないんですけど、まあ、これを機にね、ちょっと研究してみようかなと思ってます。うん、まあ、これのところで結構調味料とか揃えたりしてるんで、なんかやらしい感じですごい、なんか料理にハマってるわけじゃないんですけど、これはもう生きていくためにね、仕方がないですね。食は絶対ですからね。これ男であろうと食は絶対なので、食べないとね、健康でもいられないんで、自分のその、ね、食べるものはできるだけ自分で管理、そう、うまくいかないんですけどね。まあできる限りね、自分なりに管理しているっていうことが重要かと思います。はい。9月もね、終わりになってまいりました。あっという間に秋になってきますね。まあちょっと蒸し暑いのとね、ここに来て夏バテが出そうなので、皆様ご自愛くださいませ。それではスタジオリーワーサイドから竹下とお送りいたしました。 See you next time です。じゃあね。